角度の裏技。知ってる人は5秒で解ける中理標準レベルの問題です。では始めましょう。図において角 X の大きさを求めてください。ただし同じ記号をつけた角は等しいです。では解説をします。結論から言うと、今回の問題は右上のような法則が成り立ちます。つまり頂角を2で割ってそれに90を足すと答えが出ます。よって本題において上の式が成り立ち、これを計算すると124度が正解となります。この法則が成り立つことを証明してみます。三角形 ABC において黒丸2つ足す白丸2つは上のように表せ、これを2で割れば黒丸1つ足す白丸1つが表せます。さらに三角形 DBC において上の式が成り立つので、これを計算すると法則が成り立つことがわかります。もう一問解いてみてください。角 X の大きさを求めてください。正解は126度。